職業オタクのゆぴぴです。はい、ということで今日はモデルプレスさんの読者が選ぶ女性グループの秋ソングランキングで、なんとイコラブちゃんが1位を獲得したということで、今日はそちらについて見ていきたいと思います。私のチャンネルでは女子ドルを中心としたオタ語りをしているので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。それではスタート。はい、ということで早速なんですけれども、本日はモデルプレスさんの方でですね、開催されました読者が選ぶ女性グループの秋ソングランキング1位から10位までについて見ていきたいと思います。なんと今回ですね、私の神推しグループイコールラブさんが1位を獲得したということで、本当におめでとうございます。さあ、ということでその楽曲名だったり、その投票の内容みたいなところを本日はお話ししていけたらなと思います。モデルプレスではこのほど女性グループの秋ソングといえばをテーマにウェブアンケートを実施、読者が選ぶ女性グループの秋ソングトップ10を発表するということでですね、まずはトップ10を10位から読んでいきたいと思います。10位フラワー、秋風のアンサー。9位 AKB48、 11月のアンクレット。8位欅坂46、風に吹かれても。7位 Not Equal Me、 マホロバースタリスク。6位モーニング娘、秋うらら。5位日向坂46、こんなに好きになっちゃっていいの。4位桃色クローバー Z、 いつか君が。3位乃木坂46、今話したい誰かがいる。2位欅坂46、2人セゾン。そして1位はイコールラブのずるいよずるいねでした。じゃあまずは1位のね、結果から見ていきたいと思います。なんと1位ずるいよずるいねのところにイコラブちゃんのずるずるの時の衣装でのね、記者会見の写真かな、アップされております。2019年にリリースされたイコールラブの楽曲ずるいよずるいねが1位に輝いた。この曲はすでに卒業を発表している斉藤渚がセンターを務めることでも知られる大人の失恋を描いた一曲となり、ミュージックビデオではメンバー全員が号泣する姿が収められている。枯葉、秋の風など季節に合ったフレーズも散りばめられており、切ない歌詞に共感する声が相次いだ。読者のコメントも読んでいきたいと思います。秋の憂いや物悲しい情景にぴったりハマる一曲と考えます。特に歌い出しやイントロが最高の神曲。センターを務める斉藤渚ちゃんのハスキーな声が秋の乾いた空気感と失恋の苦しさを引き立たせてくれていると思います。大好きな曲です。冬が近づき少し物悲しくなってくる秋を思わせる歌詞と切ない思いに寄り添った歌詞がぴったりな失恋ソングだから、秋の物悲しさ、これから冬を迎える空気感が指原莉乃さんの多彩な表現力で描かれ、秋の夜長に涙を流しながら聴きたい曲です。もう叶わない恋心を枯葉に例え、冷え込む秋の長雨を思わせる切ない歌詞をイコールラブが情緒豊かに歌い上げているといった意見が寄せられているということですが、私今回ですね、この読者のコメントを見て一つ思ったことがあります。結構今回のモデルプレスさんの投票っていうのは、今までもずっとそうなんですけど、無料で投票することができるので本当に多くの方がね、気軽に参加できるイベントだったんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、このコメントに抜粋されたファンの方々、コメントがまた素晴らしいっていうね、表現力豊かと言いますか、このね、秋の長雨とかさ、秋の憂いや物悲しい情景にぴったりハマる一曲とかね、こんなに日本語を美しくね並べてコメントされる方が多いっていうのは、やっぱりイコラブちゃんのファンの方には歌詞に注目して楽曲を聴かれている方が本当に多いんだろうなっていう印象を受けました。もちろんね、1位だからこうコメントもたくさんある中での、いいコメントを選ばれたんだと思うんですけれども、もうただ秋だからとかじゃなくて、秋のその季節の変わり目の切なさみたいなところに斉藤渚ちゃんセンターの曲なので、そのナータンの声の雰囲気までもが合っているみたいなことまでね、こう書かれている方がいらっしゃって、いや本当すごいなと思いましたし、春の曲夏の曲みたいな感じで季節ごとにモデルプレスさんいつも開催されてると思うんですけれども、今回秋で1位を取った勝因としては、
やはり皆さんが SNS 上でこの楽曲に投票しませんかみたいなことをお声掛けされたのももしかしたら大きいかもしれません。ウォンチューウォンチューも秋風の中歩くっていうところから始まるのでバッチリ秋の曲なんですよね。もちろんウォンチューに投票された方もいらっしゃるかもしれませんが、今回の結果を見たところ2位と8位が欅坂46さんなんですよね。二人セゾンと風に吹かれても、これもし風に吹かれてもの票の方が二人セゾンに入れていたら確実に2位が1位になっていた可能性もあるんですよね。そんな中でみんなでこの曲に入れましょうっていう呼びかけがあったから、もしかしたら1位になれたのかななんていうことも思います。ただ本当にね、もうこの SNS での投票しましょうの議論はたびたび繰り返されてると思うんですけど、ウォンチューが実は秋曲の中で一番トップだと思ってるんだっていう方もいらっしゃると思うから、まあ、そこに関しては本当に好きなところに投票すればいいと思うんですよ。だけど今回イコヤブちゃんがね10位以内で一つだけランクインして、でさらにそれが1位っていうのは皆さんのね、こう感情が一緒だったのかもしれないし、呼びかけを忠実に守って投票された方も多かったんじゃないかななんて思います。もうこれに関しては本当にね、どっちもいいと思います。こう、みんなで一緒にこの票に入れて1位にしようっていうのも一つの作戦だし、それこそ10曲ある中で2つの曲をランクインさせるのも影響力が多いっていう印象を与えられると思うので、どっちみち嬉しいんですけど、この1位っていうのはやっぱ嬉しいですよね。もうデュプレスで初めてこうアイドルを見た人からしたら、あ、イコラブちゃん秋曲いいんだっていう風に思うと思うので、すごくこの結果がね嬉しいですね。2位が欅坂46さんの二人セゾンということなんですけれども、この曲はいいですよね。本当に大好きですね。私も秋から冬にかけての季節に聴かせていただいております。このグループとこの楽曲にしか出せない終わっていく儚さがある、唯一無二。今回ですね、このコメントを寄せているアイドルファンの皆さん、イコヤブちゃんだけに限らず、やっぱり歌詞でこう選んでる投票だったりもするので、コメントがね皆さん素晴らしいんですよね。で聞いてください。3位乃木坂46さんの今話したい誰かがいる。私これ大好きな曲なんですよね。もちろんマイヤンがねダブルセンター勤めているっていうのもあるんですけれども、それだけじゃなくて、確かこの発売された時が秋ぐらいだったかな、学生時代にリアタイで聴いてて、ミュージックステーションで見て、あ、めっちゃいい曲だなって思って好きになった記憶があるの で、すごいこの主人公が超陰キャっていうか、なんて言うんだろう、褒め言葉ですよ。めちゃくちゃわかるとか思う部分も多いし、でもちょっと繊細すぎる主人公なところがすごく押せる曲なんですよね。大好きでよく口ずさんでいます。 MV もね秋っぽいっていうことで MV で評価されている方もいらっしゃるみたいです。続いて4位が桃色クローバー Z さんのいつか君が。やっぱももクロさんってね、もう現役でずっと走り続けられているアイドルさんだと思うので、あらゆるアイドルランキングで確実にトップ10に入ってくるこのももクロさんのね凄さっていうのは本当に頭が上がりませんよね。続いて5位日向坂46さんのこんなに好きになっちゃっていいの。これも名曲なんですよね。これは秋曲かもしれないんですけど、結構私冬に聴くのもお気に入りの楽曲です。続いて6位がモーニング娘さんの秋うらら。こちらも大人っぽい曲になっているので、秋にもう名前にも秋ってタイトルにもついてるのでね、ぜひ今の季節に皆さんに聴いていただきたい楽曲になっております。続いてなんと7位に Not Equal Me さんもランクインしているということで、まあ、ホロバースタリスクが入っております。イコノイちゃんでランクインできるこの世界線、本当に素敵なことだと思います。11月の夜空に賑わう冬に向けきらめきは強くという歌詞が、もう叶わないことは理解しているけれど湧き立つ恋心と終わりかけている秋の綺麗な寒空の情景が重なっていて、切ない秋の連歌だと思います。秋から冬に聴きたくなる切ないのに可愛くて一番好きな曲だから、秋に聴きたくなるのは絶対マホロバン。秋を急ぐや11月の夜空にぎわう冬に向けきらめきは強くなど、歌詞に秋に関するワードが入ってて秋を感じさせてくれるからです。世界で一番好きな曲です。イントロからぶち上がります。秋から冬にかけての肌寒くなってきた季節にぴったりの曲です。指原 P の天才歌詞にも注目です。叶わない恋を表した切ない歌詞が秋にぴったりだと思う。旧暦の七夕は秋だったことから、七夕を表す星合いの空という言葉が使われていたり、冬に向けて星が綺麗に見えるようになっていくことが表されていたりと、歌詞がすごく綺麗だなと思う。ということでですね、まあ、ホロバースタリスクがランクインしているわけなんですけど、本当に最近秋になって夜空を眺めていると、東京でもね月とか星がすっごく綺麗に見えるんですよね。
なのでもうこの曲を聴きながら夜空を眺めたいっていう、すごくなんかこうチルいことをしてみたいお年頃なんですけど、あの皆さんもねぜひやってみてください。あのまほろばを聴きながら夜のお散歩最高です。続いて8位が欅坂46さんの風に吹かれても。これもいいですよね。もう欅坂さんが2つランクインしてるの、本当にこうなんて言うんだろう、愛情が、皆さんの欅坂に対する愛を感じますね。続いて9位、 AKB48 さんの11月のアンクレット。あー、この曲は大好きですね。そう、まゆゆの卒業シングルなんですよこれ。あー、エモい。もう11月になったらこれ絶対聴きたくなるし、結構冬に本当に聴きたくなる感じの、あの音楽のメロディーラインもそうですし、歌詞もねいいんですよ。あー、まゆゆ。続いて10位、フラワーさんの秋風のアンサー。やっぱこれ根強い人気ですよね。私も大好きです。フラワーさんもあの太陽とひまわりだったり、それは夏の曲なんですけど、で今度秋風のアンサーでね、こう夏から秋に変わっていったり、あとフラワーさんといえば春に桜リグレットっていう楽曲だったり、あと冬には白雪姫、あの有名な名曲があったり、春夏秋冬で楽曲が並んでるんですよね。その中でもこのモデルプレスさんのランキングに入ってきたのが秋風のアンサーということで、この曲は皆さんの心、記憶の中に深く残っている素敵な楽曲なんじゃないかなって思います。もともと私フラワーの藤井秀香ちゃんが大好きで、高校生の頃激推ししていたので、もうフラワーさんに関してはね結構語れる自信があると思っているんですけれども、ダンスもかっこいいですし、この切ない感じ、なんか結構ね叶わない恋愛っていうか、何なんだろう、なんか好きになった人も好きな人がいるけど私は2番手みたいな感じの歌詞がすごくこうフラワーさん多いんですよね。なので意識的に病みたい時だったりとかに聞くようにしてるんですけど、すごくいい曲です。歌が上手い、ダンスが上手いなので MV もぜひ皆さん見ていただきたいですし、このね秋風のアンサーはね、タイトルにも秋風って書いてるのが珍しいんですよ。なんかこれ以前もお話ししたような気がするんですけど、日本のこう昔の和歌の時代から数えても秋の歌っていうのが一番少ないらしいんですよね。秋って気づいたら終わってません？半袖を着てて衣替えしたと思ったらもう冬だみたいな、急に寒くなっちゃって、秋って一瞬で終わるじゃないですか。だから秋っていうことを題材にした曲って、まあ今だったらハロウィンとかね、ハロウィンライトとかあったりすると思うんですけど、まあ言ったらそれぐらいで結構少ないと思うんですよね。なのでこの秋風のアンサーってタイトルにも秋が入ってるのはすごく珍しいですし、これ MV もすごく秋感がね満載なので、ぜひ見ていただきたいです。何回も言いますけど MV 見てみてください。はい、ということで今回はですね、モデルプレスさんの秋曲ランキングを見ていきました。皆さんの推しのアイドルは入っておりましたか？ぜひね、皆さんが思う秋曲はこれだっていうのもコメント欄に書いていただけると嬉しいです。この動画が良かったよと思ってくれた方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。まゆぴぴでした。バイバーイ。